フリークアウトの平田と言います。今日はパグズオンスタックっていう話をします。この会場でパグズってみんな知ってますでしょうか。パグズっていうのは、今日あのラリーから話し合ったパール6の、ハスケルで書かれた実装で、あのパール6の初期の設計に結構、まあ、大きな影響を与えたというか、まあ、貢献したというようなプロダクトです。でこれをオードリーっていう人が2005年に、開発を始めて、今から9年前の2006年のヤプシーで、ここでイントロダクション、ここっていうか、まあ、ヤプシーでイントロダクション・トゥ・パグズっていう話をしたというものなんですけど、2007年にこれ開発が止まってしまってですね、今では、ほとんどの機能が壊れているっていう状況になってます。で、こいつのソースコードどこにあるかって探してみると、svnpugscode.org にあるって書いてあるんですけど、このサイトはもうないと。で、あと Google コードとか、あと svnopenfoundry.org とか、なんかまあこういうところにも残骸が残ってたり、あと cpan には実は上がってて、これ2006年のバージョンですね。で、最新は実はハッケージとか GitHub に上がってます。で、このバージョン、一応2013年、っていうふうに書いてあるんですけども、パグズって実は最新版は 6.28 というバージョンが開発されてたんですけども、そいつではなくてここでは 6.2 系っていうものの、メンテされた版が上がってます。で、まあ、単にアーカイブ目的で存在しているもので、対応している JSC も 7.6 っていうちょっと古めと、で、キャバルを使ってインストールするっていう仕組みになってます。で、 GHC なんですけど、ここ数年で結構バージョン上がってまして、まあ、これだけリリース出てると。で、この 7.8 と 7.10 って結構互換性のない変換がバリバリ入ってまして、パグズは今までちょっと今の JSC ではビルドできない状況でした。あ、上のチャットはちょっと気にしないでください。ちなみに技評のレポーターやってるんで、よかったらサイト見てください。キャバルなんですけど、こいつキャバルサンドボックスを使うとまあマシにはなるんですけど、ディペンデンシーヘルっていう結構痛い問題があって、まあ、依存関係で死んでしまってコンパイルできなくなるとか、まあ、あとキャバルサンドボックス作ると全部ディペンデンシーインストールするんで時間がかかるとかいう問題がありました。で、最近はですね、ハスケルの人たちはキャバルの代わりにこのスタックっていうものを使ってまして、これは再現性のあるビルドを実現するっていうものです。で、どうやってるかっていうと、このスタッケージっていうサービスがあって、こいつが結構強引なんですけど、パッケージに上がっている全てのパッケージのバージョンを静的にこう決めてあげて、壊れないようなものを集めていると、そういうような、プロダクトです。で、まあ、ただこれまだベータクオリティではあります。で、使うにはこんな感じの YAML を書くんですけども、ですね、実はこの辺を私の方でパッチ書いて、JSC の 7.10.2 っていうのは今月出たんですけど、これでコンパイルできるようにして、でスタックでビルドできるようにして、オードリーにパッチを送ったら、なんか速攻でリリースしてくれたんで、今利用可能になってます。で、まあ、スタックは強力なんで、この4行だけでも、OS10 でも Linux でもリリースできるようになってます。で、GHC が入ってなくても、この4つのコマンドだけで、勝手に GHC まで入れてくれるっていう感じになってます。で、まあ、じゃあせっかくパグズ動いたんで動かしてみようということで、なんか、このページのベンチマークはパールロ6ではなんかすごい有名らしいんで、これをちょっと試してみました。で、まあこれ5000回回すっていうベンチマークなんですけども、これめちゃくちゃ遅いと。5000回なんですけど、239ミリ秒もかかってしまう。で、まあ、理由はインタープリターで動いてるとか、あと使ってるモナドが eval モナドって言って、モナド変換子をめちゃめちゃ重ねているんで遅いっていうのがあります。で、まあ、ちょっと50ミリ秒を超えてると気になるんで、こいつをちょっと早くしましょうということで、まあ、これハスケル使ってる人にはすごい有名で、まあ、かつハスケル使ってない人には全く何の価値もない最適化なんですけども、モナド変換子っていうのを潰すとすごい速くなるっていうのがあります。で、それをやってみました。で、そうすると239ミリ秒かかってたものが206ミリ秒なんで、まあ、15% 以上速くなっていると。で、すごいのが、これ、ラクドの実装のパール6より実はこれだと速いですね。259ミリ秒は、パグズだと206ミリ秒でいくと。あ、めっちゃすげえと思ったんですけど、これ実は1万回にループするといきなり逆転してしまうということが起きます。まあ、これなんでかっていうと、要はラクドは起動は遅いけど、その後は速いっていうやつですね。まあ、ダメでしたと。で、まあ、ちょっとこれで終わると、せっかく直してあげたパグスがちょっと悲しいんで、パール6の処理系の実装になれないなら、じゃあ似た言語の処理系作ればいいだろうということで、ヤプシーアジア2010の LT で、ワールっていう言語が紹介されてたんで、これをちょっとやってみようかと思いました。これはパールの処理系を、予約語を全部W に変えたようなやつですね。お、いろいろやられてますね。で、ワールの仕様っていうのは、まあ、ここにありますと。
で、まあ、ワグスっていうものを作って、これワード6の、インプリメンテーションということになっています。あ、ありがとうございました。